皆さんこんばんは。JNOS 学術局長の小林忠です。本日は第33回の JNOS ウェビナー。今回は第4回にあるコミュニケーションウェビナーで、前回までと引き続き平野先生にお越しいただきました。ホームページになりますが、本日は基本的には講義形式で進めてまいりますが、途中で昨日か一昨日あたりに参加者の皆様にはメールを事務局よりさせていただいております。で、その中で、こちらですね。本日どういったことをするかと。具体的には、80代の男性のずっと腰が痛いって、このずっとというものを頭の中で、どのように一般的にイメージしてしまいがちであるが、具体的に多職種でどう効率的に、精密かつ緻密な病歴分析が実施でき、それが治療、そしてケアにつながるかというところの実際のストリーム流れというものをご解説いただきながら、我々の講師陣4名でディスカッションを進めていく予定でございます。内科の先生方はこういった病態の経過図というのを血液検査なり様々な症例報告で記載したことがあるので馴染み深いかもしれませんが、こういった病歴に関しても同じように経過を分析するという行為が実際の症例ディスカッションという上では非常に重要な観点であるが、一方でなかなかこの疼痛領域、整形運動器等の領域ではこういった分析がなかなかされてないというまた現状もあります。そういった観点では内科ベースの方々には改めてこの病歴というものをより多職種で効率的にやっていくためのコツということをご提供し、こういったことが初めてである職種とスタッフの方にはこういったやり方で症例のディスカッションをしていくんだということのきっかけになっていただければ幸いです。ちなみにこちらのページの URL は、今チャットの方に、私送っておきましたので、もし手元に印刷して、もしくはこの画面自体を別のモニター等でご覧になりながら、ですと本日の講義がより理解しやすいかとは思いますので、適宜よろしくお願いいたします。さて、ページを変えますが、平野先生のこのウェビナー第1回と第2回はすでに YouTube の方でも公開させていただいておりますが、今回1回だけではなく前回のと引き続きご覧になっていただいたり、もしくは会員の方につきましては第3回のワークショップ版もアーカイブで会員専用ホームページでご覧になれますので、そちらもぜひよろしければ再度ご覧ください。そして本日のこのコミュニケーションセミナーに関しましては、新しいファシアリースの第2版の生活指導のところにおいても取り上げておりまして、運動器疼痛だけではなく、やはり疼痛診療全体というものを扱う上での病歴分析の基礎という位置づけでも紹介させていただいております。それでは、本番に参りましょう。平野先生。よろしくお願いいたします。そして、長野先生、並木先生もコメント等を含めてよろしくお願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。じゃあ今、画面共有の方をさせていただきますね。これで画面の方は見えているでしょうか。はい、はい、じゃあ、今から、始めさせていただきます。今はですね、弘前大学の、大学院医学科研究科で、総合診療医学講座で、大学院生をしつつ、この、メタファシリテーションという技法を、作った、NPO の方で勤務しております、平野と申します。今日は1時間半程度、よろしくお願いいたします。先ほどですね、小林先生からも、ご紹介いただいた通り、今日は、皆様ですね、今まで、第3回までこのメタファシリテーション、事実質問という、講座をさせていただいてましたけれども、まずその簡単な復習をしていきたいと思います。で、その後でですね、今日は、事実質問を、現場で、普段どうしても我々ってこの、
問診がすべて終わった症例報告とかそういったものは見るんですけど、まあ、それをどうやって聴取するかというところは、まあ、なかなかこう聞いていく機会がまあないのかなとも思いましたので、そこをどうやって聞いていったかというところと、あと今回、長野先生からいただいた症例は、それを多職種で聞いていくということでしたので、まあ、その情報収集をまあ様々な職種を通してどうやってやっていったかというところに関してですね、症例を提示しつつ、講師の先生方とディスカッションしていきたいなと思います。で、まあ、皆様のお手元にある、ちょっとその先ほど配布していただいた、まあ、資料を見ながら、ちょっと参加していただければなと思います。ではですね、最初に、簡単な、今までの振り返りをしていきたいなと思います。前回までもこのスライド提示しておりましたけど、適切な質問をすると、まあ、診断精度の向上が期待できるということを、まあ、お伝えしてきました。ファッシャーの第2版にも、ご紹介していただいた通り、まあ、この技術はですね、その生活指導の方にも使えるということで、まあ、ご紹介していましたけれども、まあ、今回はこの診断精度の向上っていうところにフォーカスを当てて、まあ、お話ししていきたいなと思っています。この医療現場においてですね、適切な質問っていうのは医師だけではなく、まあ、多職種でも重要ではないかなと考えています。この医療現場においてですね、医師以外も、まあ、医師はこの問診っていう形で、まあ、情報収集を行いますけれども、各職種それぞれ患者さんから情報を収集する機会っていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思います。で、この情報収集の機会っていうのは多いんですけれども、実はあまりこの具体的にどうやってやりなさいっていうのは、説明されたり教えられたりとか、あと研修する講座っていうものは実は結構少ないっていうのが現状なのかなと思っています。私事にはなってしまいますけど、まあ、多分小林先生も同じお師匠さんなので、同じように、まあ、習ったと思うんですけど、ビデオのように問診するようにっていう指導を受けたんですね。その問診の時に患者さんの、その今まで症状が起きてから今病院に来るまでの間が、ビデオのように、見えるように問診しなさいというふうに指導を受けてきたんですけれども、これを具体的にですね、どうやって聞けっていうのが全くなくて、こう必死にこう聞いて、こう上級医の先生に確認して、いや、これはダメだ、まだ聞けてないって、もう一回聞いて、上級医に確認して、いや、これはダメだ、まだ聞けてないっていう、こういうやり取りをしながらですね、自分なりの方法論を学んでいったっていう思い出があります。で、これ、医者だけかなと思ったんですけど、先日、ケースワーカーさん、福祉事務所とかにいる、そういった方々にも講演させていただく機会があったんですけど、そこも同じような、光景があるということで、先輩方の、背中を見ながら、その、問診と言わないですね、そのインテークって彼らは言うんですけど、インテークを見て、学ぶっていうことがされているっていうお話でした。で、まあ、ここでですね、その、何を、聞いていないと聴取が十分、でないのかとか、何を聞けるとこの情報収集というのが十分なのかっていう区別は、今までこう指導者の経験とか、その専門的にできる人の判断っていうところになってきたんですけれども、ここに一つの指針として、ちゃんと事実が聞けているかどうかっていうところが入ることで、現場としてはもう少しこの聞きやすさっていうのが上がるんじゃないのかなと思っています。で、この情報収集なんですけれども、この情報収集っていうのは、例えば、取り扱うケースのですね、難易度が、上がれば上がるほど、おそらくこの情報の、聞き出す情報の精度っていうのは下がっていって、その情報を聞き出すためにかかる時間っていうのは、逆相関して上がっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。特にこの痛みっていう分野は、かなり複雑な方が、多いんじゃないかなと、自分の経験でもそうですけど思っておりまして、例えば慢性疼痛もそうですし、自分も大学病院に勤めていた時は、いろんな、病院クリニックを転々として来られて、それこそ問診だけですごい時間がかかるっていう方も経験していました。また今回のね、症例のように10年ものの紹介状をお持ちの方って、もうワインかっていう感じですけど、そういったものを持ってくる方っていうのは、やっぱりなかなか事例が複雑な方っていうのはやっぱりいらっしゃると思います。そういった事例が複雑であればあるほど、やっぱり情報の精度は低くなってきます。その情報収集の精度が低くなると、
どうしても誤診のリスクっていうのはやっぱり上がってくると思いますし、治療が本来は必要じゃないのに治療をすることになってしまったとか、まあ、治療が実はもっと必要だったのに、まあ、十分な治療ができなかったとか、まあ、そういったそのニーズと、まあ、需要と供給のギャップみたいなのが生じてしまって、まあ、最終的にこの情報の食い違いっていうのは、まあ、その患者さんと医療者、まあ、不信感っていうものを、まあ、増大させてしまうっていうふうなことが起きてしまうのではないかなと思っています。なので、まあ、この情報収集を、まあ、精密に短時間で行うっていうことができると、まあ、現場では役に立つのかなと考えています。で、その時に、まあ、大事なのがこの事実ですね。この事実だけを適切に聴取していくことが重要という話を、まあ、第1回から第3回までで、まあ、させていただいておりました。で、なおですね、まあ、今回ここで言う事実というのは、まあ、過去にあった出来事っていうところの定義で進めていきたいと思います。で、特に我々医療者ですとか、特に痛みに関わっている、まあ、治療科の方々が、まあ、大事だっていうところは、まあ、どういう事実を集めればいいかというと、やはりこの症状の時間経過を、まあ、知りたいのかなと思っています。まあ、ずっとその症状が持続しているのであるとか、症状の立ち上がりですとか、まあ、こういった情報が明確であればあるほど、その問診だけで緊急性をある程度判断することができたりとか、あとはこの、集めた情報から生活指導にうまくつなげていったり、そういったことができるんではないかなと思っています。で、まあ、ここで事実、その事実を聞くための、まあ、事実質問という手法についての、まあ、復習になります。まあ、この事実質問はですね、もともとは、発展途上国支援で地域開発っていうことをやっている団体の、技法になります。で、一番大事なことは、5W1H の中の、なぜとどうっていう、この2つの疑問詞を使わないで、いつ、どこで、誰が、何をという、まあ、こういった疑問詞をメインに使っていくということが重要ですと、重要な方法です。そして、この二つの疑問詞以外にもですね、一般的な言い方ですね。いつも何々していますかとか、よく何々していますか、そういう一般的な言い方っていうのを、まあ、使わないようにするっていうことが大事です。また、これらの一般的な言い方は、患者さんが使っても、患者さんはこういう言葉を使うと、実は事実を話していないっていう可能性もありますので、聞く方も、あとは患者さんの、から得る情報にも、まあ、アンテナを張っておくっていうことが重要なのかなと思っています。で、まあ、技法の中身だけ言ってしまえば、大変単純な方法なんですけれども、まあ、これ実際に現場で使うというのは、やはり、しっかりトレーニングが必要ということで、第3回の、講義の方では、この、練習を皆さんと一緒にさせていただきました。で、まあ、実際にやったのは、実際にこの質問が事実なのか、そうでないのかっていうドリルをやっていただいたり、あとは、この事実質問っていうものを実際に30個作ってみましょうっていうことをやってみました。実際にですね、この事実質問、まあ、どういうところで、まあ、役に立つかというとですね、例えばですね、この私たちよくいつも痛みますかとか、いつも何々してますかっていう聞き方で、患者さんに聞いてしまいます。で、このいつもっていう先ほどの事実質問の、まあ、使ってはいけない一般的な単語っていうのに入ってたんですけど、このいつもっていうことを聞かれると、患者さんはですね、頭の中に自分の痛みはこれ本当にいつもなのかなっていうふうに、考えて自分で判断して答えるようになります。で、例えばこの丸がついてるところがですね、痛かったところだとします。そうするとですね、この1週間に3回か2回ぐらいのですね、この痛みっていうのは、これは、いつもなのかな、どうなのかなって患者さんは思うわけです。で、例えば、目の前のお医者さんを見て、ちょっと忖度しながら、あ、これはいつもですよって答えたりとか、いや、これはいつもじゃないですって答えたりとか、まあ、こういうばらつきが、まあ、生じてしまいます。で、私たちがですね、一番聞きたいのは、このずっと続いているか、本当に1秒も痛みがない状態が続いているかっていうのを、一番確認したいところではあるんじゃないかなと思います。ですが、
私たち外来で、まあ、いつも痛いですって言った患者さんの問診を詳しく聞いていくと、まあ、実際にはこんな感じで痛かったり痛くなかったりっていう、まあ、こういう時系列のパターンを多くお持ちの方が多いんじゃないかなと思います。で、多くのですね、いつも痛い患者さんに、じゃあ今痛いんですかって聞くと、いや今は痛くないんですっていう、まあ、このセリフを聞いてですね、あ、安心して、とりあえず緊急じゃないなって思いながら、こう、診察を進めていくっていうことは皆さんも、経験が終わりなんじゃないかなと思いますけど、まあ、このいつもというこの単語だけでもですね、まあ、実際に実情をまあ表しているかどうかっていうのは、やっぱこういうふうに難しいっていうことがまあお分かりいただけるんじゃないかなと思います。まあ、そこで、まあ、例えばこのいつもですと、まあ、事実質問だと、まあ、この全く痛くなかった時はありますかっていう、まあ、このなかった時を聞くことで、まあ、その本当にこの私たちが、まあ、気になっている、まあ、持続痛じゃないかどうかということを確認したりするっていうことを、まあ、やっています。まあ、これは一例なんですけど、まあ、こういった現場で使う、まあ、テクニックっていうのは多分数多くあると思うんで、まあ、皆さんもこの現場でどのように事実質問を、まあ、実践していけばいいのかっていうのは、まあ、なかなかまだ、難しいところもあるのではないかなと思ってます。そこで、今日はですね、まあ、今回長野先生からですね、事例をいただきましたので、まあ、現場の事例をですね、まあ、症例ディスカッションという形で、今日は長野先生と並木先生も来ていただいておりますので、そのお二人と、あと、座長の小林先生と私で、ディスカッションをしながら、まあ、皆さんにその、聞いていく過程っていうのを追っていきたいなと思っています。これがですね、皆さん、お手元にある、スライドかなと思います。またですね、お手元のない方は、ズームのチャットのところからですね、URL が貼っておりますので、別ウィンドウなどで開いて、見ながら、今日のお話を聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、いつもこのね、症例報告とかでは、まあ、こういう形で、こう、綺麗な形で、まあ、提示されます。すごいですよね。これ5行ぐらいなんですけど、僕はこれ、今後やる長さを知ってるから、あの長さがこの短さになるのかと思って、ちょっと、これを作った時にちょっとショックを受けてしまったんですけれども、まあ、実際はこういった形で提示されるんですけど、まあ、皆さん、この症例報告とか、あとはレポートをやったことある方だとよくわかると思うんですけど、実際聞くのはもっとかかってるっていうことは多いんじゃないかなと思います。まあ、そこでですね、これを、例えば、どうしてもこれを事実を、事実質問じゃない質問とかを聞いてしまうと、どうしてもあっち行ったりこっち行ったりとか、実は患者さんそんな意図で言ってなかったみたいなことが入って、まあ、長くなることもあると思いますので、これをまあ事実質問を使うことで、まあ、どういうふうな流れで聞けてるのかっていうことを見ていきたいなと思います。さて、それでは症例に入っていきたいと思います。では、ちょっと長野先生と並木先生、カメラをオンにしていただいて、あ、はい、ありがとうございます。それではですね、症例の方に移っていきたいと思います。今日はですね、まず症例ですね。ちょっと最初の症例のとこだけ、僕が紹介させていただきたいと思います。まあ、80代男性ですね。主訴、ずっと腰が痛い。よく聞くやつですね。で、これが、まずこの症例の一番、びっくりしたところですけど、善意の紹介状、2014年ものを持って、まあ、息子さんと LINE したということです。まあ、7年ものっていうね、なかなかの、この紹介状なんですけれども、まずちょっと続きを読みますね。善意紹介状の内容では、まあ、腰部脊柱管狭窄症の、まあ、間欠性跛行症状に対して、初診時2012年12月から、まあ、腰部硬膜外ブロックやプロスタグランジンの点滴、内服で間欠性跛行が消失していますと。リマプロスタアルファデックス錠などの内服処方をしています。ということで、あと、問診症にですね、既往歴に心臓カテーテルの治療歴があるということで、まあ、具体的な病名とかはこの段階ではわからないっていうことでした。まあ、今回ですね、この2014年ものの紹介状というのがあるんですけど、これ僕はなかなかこの過去の紹介状をもらった経験というのは、これは皆さんこういう症例というのは終わりなんでしょうか。並木先生とかいかがですか。こういう過去のこの紹介状をもらうことっていうのはあるんですか。はい、非常に多くあるかなと思います。実際は電子カルテになっ
って、あの病歴があの形上一回切れてしまう方もいたり、あとまあ10年なし、まあ、あの法律上定められた期間より前になってしまうと、まあ、それ以前からまあ腰痛があったとか、なんかそういう表現でこうすることもあるので、はい、今回のこうずっとっていうのも、あのいつからかっていうスタート時点がわからないこともしばしばかなと思います。この紹介状だと結構スタート時点、痛みのスタート時点が分かんないことって確かに多いですよね。小林先生もその大学病院で診察されてて、こういう紹介状をいただくことっていうのは多いとかと思うんですけど、いかがですか？いやー、時代によりますね。時代それこそ今、大学病院はどこも、あの、期限内に定められた紹介状ではないと、事務レベルで弾いちゃうっていうことも多いんですよ。あ、そうなんですか。そもそもが。特にあの診療科によって結構厳しさが違いまして、例えば精神科関係であれば、場合とは3ヶ月、6ヶ月とか、そこら辺の通院歴が過去別の精神科にあるかどうかでも受付するしないとか、かなりその、クライテリアというか、その、初めに受け付ける基準っていうのが結構、どん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 やっぱ年々厳しくなっているところもあるので、むしろこの3、4年では、古い紹介状を持って、あの、受診した例っていうのはほぼない。ないっていうふうな経験ですね。ただ、それ以前は、もう何とか見てください、何とか見てください。それこそ大学の総合診療部が予約制でもなかった時代ですね。ああ、紹介状なし、予約なしでも見ていたっていう。まあ、今、コロナ感染症の関係とかで、やはりそれはもうなしになっていますが、まあそういった時にはありました。まあ本当10年前とかもありますね。10年、15年。むしろよく保存されていたなって感心するような紹介状であったり、で結局開けてみたら、よくある達筆な字で読めないっていう。10年前はまだ電カルが。っていうこともありましたので。まあただこういうのを見ると、患者さんによっぽど困って、藁にもすがる思いで来たんだろうなっていうふうな想像をするか、もしくは、性格的にかなりズボラなのかなって思うか、結構そこはどっちなんだろうっていうのはちょっと想定しながら、初めにちょっとお会いするっていうようなイメージですね。あ、その、物持ちがいいのか、それともっていう。そういう紹介状を見ただけである程度、その患者さんの、なんていうんですか、像っていうのが少し見えてくるかもしれないっていう。その通りです ね。まあ、患者さん像で言えば、本当にあっちこっち点々として困り続けているっていうタイプの前者もいれば、はい、実はもう全然困ってなかったと。今日次病院行くときに、あ、そういえばこんな手紙があった。よし、ついでに持っていこうっていうぐらいの軽い気持ちで来るのか。これもやっぱりその2つに分かれるその背景には絡んでるかなっていう経験上の印象を持ってます。まあ、ここでも申し上げたいのは、ここの時点でも、どう患者さんがこういうふうに受診した背景っていうのが、どういうパターンなんだろうっていうのを結構推察している。っていうところが、今私の話のポイントにはなります。ね、はい。ありがとうございます。ではですね、今回はですね、そのズボラな方なのか、それとも、あの、藁にもすがる方なのかは、ちょっと今回、症例を見ていけばわかるということで、ちょっとここから追っていきたいなと思います。それではですね、症例の中身に入っていきたいと思います。よいしょ。じゃあですね、ちょっと、せっかく長野先生いらっしゃるので、ちょっと長野先生と、あと並木先生に、その症例を読んでいただいて、会話の流れを読んでいただきたいなと思いますので、ちょっとお願いいたします。ちょっと、スライド出るまで、ちょっと代わりに、小林先生に読んでいただいていいですかね。はい。レントゲン診察前、診察室の中に問診を受けているっていう状況だとしですね。はい。いつから、腰が痛いんですか？はい。20年前からずっと痛いです。来た。ありがとうございます。ずっと来た。心の声までありがとうございます。ですね、じゃあここでですね、ちょっと一回すぐ区切っていただいて、この時の、まあ、長野先生の脳内はこうなっていたんじゃないかなっていう図をちょっと作ってみました。皆さんのお手元にあるのは時間経過数7だと思うんですけど、これは1です。これがまさに一番最初のこのずっと20年前からずっと痛いっていう時の時間経過、まあ、こういうふうに表せてますよね。で、まあ、今小林先生がおっしゃってくださったように、ずっとかっていうのはやっぱりこう思います。僕も。
まあ、なんでかっていうと、やっぱこのずっとって言われると、この緊急疾患、なんか、急性期の本当に対応しなきゃいけない疾患がどうしても鑑別にちらつくんで、すごいちょっと嫌だなっていう僕はイメージがあるんですけど、どうですかね。おっしゃる通りですね。試験で、まあ、先に進む前に、やはり平野先生がおっしゃった、やばい、これはイマージンシー、緊急性疾患かもってドキッとしちゃう。やっぱりキーワードの一つに、やっぱずっとというものがあります。まあ、並木先生なんかも一緒ですけども、やはりずっとっていうと、例えば急性腹症だとか、本当にやるパーシスタントペイン、もう持続的にひたすら悪くなっているものだとか、まあ、20年前って言ってるから、多分 99% 実は本当の持続痛じゃないんだろうなっていうふうには思ってます。20年前から本当に、例えば腹膜炎とか、腹部大動脈瘤の帰りとか、っていうのがいわゆるずっとの痛みっていう急性疾患で来るんですが、20年前からだったら、まあ、まあ当然お亡くなりになってる可能性も十分これ計画が違うんだろうなとか思いつつ、けど実は20年前からおっしゃってる症状と今受診するになった状況の症状が同じとも限らないってやっぱり考えるんですね我々は。なんでたまたま20年前からあった腰痛と、もしかしたらこの3日前からすごい強い腰痛が来て、それがパーシスタントペインでずっとひたすら1分1秒も警戒することなく痛みが来てるってなると、やはり大動脈瘤大丈夫かなとか、場合によっては腹膜炎平気かなとか、内臓系の炎症性疾患大丈夫かなとか、先行してないかなとか、結構いろんなことを内科救急疾患含めて考えなければいけないっていうふうに、頭のそばにこうずる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 なんかもうちらつくっていうようなもう感情が生じてきます。並木先生いかがです、いや、おっしゃる通りで、その場に来た時の受診の動機からやっぱり聞きたくなるところなんですが、実はもう昨晩からかなり悪くなってて、ずっとが本当に昨晩中ずっとだったって意味合いだと、まあ、それが20年前であっても本当に昨日からでもやっぱり心配のこうこちらの、センサーは変わらないかなと思いますね。やっぱり今まさに、特に2014年の紹介状を一応持ってきたけども、昨日からひどかったんで、今日この日に来たっていう、目の前にいるっていう状況を改めて見ると、あ、ちょっと心配だな。ずっとはずっとなのかなっていう、こちらもセンサー、スイッチを入れますね。ありますね。まあ、しかもこの時にいらっしゃったシチュエーションっていうのにも、まあ、まあ、バーバルだけではなく、いわゆるノンバーバルコミュニケーションっていうところも含めて、このあたりはやはり判断するところですが、もしこの人がスタスタ元気に歩いてきたっていう状況の場合と、なんか車椅子で、やばい。ああ、とか言いながら、なんか看護師さんに押されて診察に入ってくるっていうのでも、もう全然、やはり対応のスタンスは変わってくるかとは思うんですね。なんでそういったところを含めて、やはりバーバルだけではないノンバーバルのところを含めて緊急度、重症度っていうのをやっぱり判断していく。っていうの中でもやはりずっとっていうのはもうドキッとするフレーズ。中野先生、この患者さんは、実際には歩いて入ってこられたんですかね？何回もすみません。歩いて来られました。はい。車椅子で運ばれてきたとかではないんですよね。いや、ないです。はい。なんかこういう時に、こう、なんで今来たんだよってやっぱ言っちゃいがちなのはすごい思うんです。なんかこのコミュニケーションとかのなんかこう医療向けの事業みたいなのもでもよく取り扱われるんですけど、なんかその時ってやっぱ裏の背景、うちらの心の中としてはなんかこんな危ない状態とか、なんかこの本当に緊急疾患かもしれない不安みたいなのがあるから、こう思わずこう陰性感情でこうなんていうんですか、マイナスな怒りみたいなのも含めてこうなんでって言っちゃって、こう後々トラブルにこう発生していくみたいなことってあるのかなとかって思って、こういう背景をもとに聞いていたんですけど、その長野先生も今回のこの方聞いてきて、なんでこんな紹介状今持ってきたんだみたいなことって思われたりしなかったんですか？もうそれがもう最初に頭がありましたね。もうなんでずっといたのに7年前なのとか言って、そこからこの7年間はどうしてるのかなということがまず頭に浮かびました。ああ。なんかそこをそのままなんでって言わなかったのか、もうまず一番もう事実問的にはもう最高の回収だったなと思って、はい、もうよかった。でも心の中では先生ずっとなんでなんでとかいうのばっかりやったと思います。はい、いや僕も思います、それは。心の中は聞こえないですか。そしたらですね、まあちょっとここの続きに入っていきたいと思います。ではまあこれがですね、この時間削
数ちょっと拡大したやつですけど、まあ、その続きですね。長野先生、もう画像の方は大丈夫ですか？はい。じゃあ、またちょっと読んでいただいて。はい。はい、いつから腰が痛いのですか？20年前からずっと痛いです。約7年前の A 先生の紹介状を持ってこられましたが、この B 病院にはここ数ヶ月の間で受診されましたか？いえ、ここ数年は行ってないです。紹介状には善意の医師 A は異動と書かれており、約7年前2014年のことですが、この先生の後は誰かの先生だ誰に見てもらっていたのですか？B 先生です。 B 先生には何回見てもらったか覚えていますか？おそらく2回でした。その先生からその当時の症状についてどのようにお聞きになったのか覚えていますか？ちょっとですね、スライドこのまま次に進みます。現在は内服で様子を見て、症状が再発すれば手術の可能性がありますと言われました。でもどうしても手術が嫌だったため、その後しばらくしてその病院には行かなくなりました。 B 先生の2回の受診後は他の病院の整形外科には行かれなかったのですか？はい、2回受診後以降は整形外科は受診していません。歩く時の下肢の痛み、足の痛みもなかったので。その時腰の痛みもなかったのですか？腰の痛みもなかったです。前の C 病院最終受診後、下肢症状、足の症状、まあ、例えば間欠性跛行、腰痛は再発しなかったのですね？はい、そうです。足の症状は足の症状とか腰の症状は再発はなかったです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここでですね、一回区切って、次の時間経過図を、まあ、出していきたいなと思います。で、出来上がったのが、まあ、これちらになります。幸運にもですね、20年前の痛みはずっと続いてなかったっていうのがこのやり取りで分かりました。で、まあ、どうやら、まあ、前日に何回か受診して、通院を、まあ、自己中断していたと。で、まあ、よく、症状は良くなったから、症状が、まあ、こう良くなったっていうことで、通院を自己中断していたということまでは分かりました。ではですね、でも、今の痛みの話はまだないんですよね、この段階では。だから、ちょっとここからは、まだ、ちょっと、謎がまだありますけど、長野先生は、この、まあ、ちょっともう覚えてないかもしれないんですけど、この段階で次に何か何を確認したいとかっていうのはもうあったんですか？はい、まさしくその先生が言われたように、ほんだら今来られた腰の痛みはいつから始まったのかいうのがもう気になって仕方がなかったです。ああ、はい、なんか最初の手術のとこにあったずっと腰が痛いっていうのは、あれは患者さんのその問診票の言葉なんですか？そうですね、はい、はい、やっぱり先生ずっと腰が痛いんです言って来られました。あ、本当にこのずっとの拡大解釈ですよね。まあ、ここまで聞くとですね、その20年前 の、まあ、痛みとの、まあ、継続性はないということなんですけど、でもやっぱりこうレッドフラッグはちょっとやっぱりまだ消えなくて、じゃあこの痛みはいつからあるんだとか、この痛みは実はすごい強いんじゃないかとか、まあ、そういったものがあるのかなと思います。でちょっと余談なんですけどね、この手術が嫌だったからその病院に行かなくなりましたっていうこの患者さんのセリフがあるんですけど、こういう患者さんってなんかたまに僕もいらっしゃるんですけど、長野先生はこういった患者さんってを見られることはあるんですか？整形外科では先生やっぱり多いですね。やはり大きな病院っていうのはやはり手術が、まあ、実際メインになると思いますんで、まあ、やはり何回か保存加療をした後やはり結構その手術適用やいうお話をされることがやはり僕ら僕が正規勤務医だった頃もやっぱり実際そういう話があって、だからまあその手術せんかったら例えば注射なんかを、まあ、何回も続けてっていうのがやっぱり大きな病院っていうのはちょっとしにくいですかね。まあ、例えば整形外科の開業医であれば1週間に1回注射痛いから来てくださいということになるんですが、大きな勤務員である大きな病院になるとまず診察が週1回か2回ぐらいですかね、
でも予約でいっぱいになっていますんで、例えばその膝が痛い腰が痛いでも今度見れるのはもつが痛い先生1ヶ月後ぐらいになると思うんです。そうするとやはり、まあ、あの手術じゃなかったら、まあ、逆に、近く の, あの整形科の開業医さんに見てもらいなさいという形で言われることもあると思います。なんかその勝手なイメージだったんですけど、その外科の先生ってやっぱり手に考えているのかっていうイメージがどうしてもあって、なんかその手術が嫌だったからこう何ですか、病院を変える患者さんに対してこう理解っていうのはあるのかなっていうのがちょっと気になったりとかってしてしまったんですけど、整形外科、僕らですか。整形外科の、はい、はい、そうですね、あのやはりあの、まあ、開業して僕らはやっぱり手術というのはもうしなくなりましたんで、うん、まあ、実際に、まあ、手術なしの保存加療を、まあ、徹底的にっていう形のその徹底度合いがやはり勤務医とはだいぶ違う感じになっています、うんうん、はい、ありがとうございます。そっか、なんかこうね、こう手術が嫌だからって言われて、なんか内科的に手術が嫌って言われると どうするんだろう、末期なのかなみたいな、そのがんとかではあるんですけれども、はい、なんかその整形疾患でいうその手術のもう適用かどうかっていうのはまたちょっと違う感覚なのかなと思って、ちょっとこの、まあ、そのやり取りをちょっと取り上げさせていただいてたんですけど、ちょっと余談ですけど、もうすみません、ありがとうございました。じゃあですね、一応この、ところとしては、まあ、20年前の痛みっていうのは、まあ、今は、まあ、なかったと。あ、今、20年前の痛みが続いているわけではなかったと。で、今、なんか新しい痛みが、まあ、出てきたなっていう、まあ、ところなんですけど、あと、なんかこのシーンについて何か、ご意見とか、何か気になっているところっていうのはございますか？はい、小林です。まあ、ここで一応きれいに平野先生が図にまとめてくださいましたけれども、これが本当に事実かっていうのも実はまだ頭の中に三角がある状態で、私なんかは聞いています。例えば、2回受診した、本当に2回って。7年前。多分ね、1回ではないんですよ。意外的には、1、2、1杯ぐらいの感じですね。なので、まあ、複数回行ったっていうぐらい。なんでかっていうと、そんな手術を勧められたっていう話を、一回だけ初診でポンってして、もうまあ、治療があるし、飲み薬試してとか、まあそういったオプションが通常展開されることが多いっていうことを想定すると、まあ月に一回の受診、3、4回行ってフェードアウトっていうパターンが、まあ、比較的多い印象なんで、2回、まあ、2回以上っていうぐらいかなっていうふうに、私なんかはとりあえず保留しておくかなと、ふうには思います。で、まあ、それ自身が、毎回同じ B 先生が2回であって、実は C 病院の他の D 先生、E 先生とかが当番で見てて、まあ、トータルだと実はもう10回ぐらい見てましたとか。初心で見てもらったあの B 先生には2回だけですっていうふうに正確に言ってる可能性も一方であったりするので、まあそれが治療方針とかに関係しなければ、多分私このままスルーしますが、もし過去での治療歴が今回の治療方法とかに関係するんであれば、そこをもう少し詳しく聞いたり、まあ本人の記憶も怪しければもう問い合わせるしかないかなというふうには思うっていうふうなところですね。並木先生いかがです？私も先生と同じとこで引っかかってましたね。2回の間隔が結構大事かなと思っていまして、多分付き合いがこう長ければ多分1回2回でパッていなくなるっていうのはなかなか結構ないんじゃないかなと思うんですよね。だから手術って言われたのであれば、まあ、やっぱりしっかり話を聞いて、まあ、何回かやってみて良くなってかどうか見ましょうっていう提示もまあ少なくともあったんじゃないかと思うんですよね。よっぽどひどかったら多分もうすぐその場で進めたりとか、説明をより他の患者さん、今回付き添いで息子さんもいらっしゃってると思うので、そういったところまで持ってきながら話すんではないかなという私も感じました。まあ2回っていうのが、まあ、月に1回でしたら多分2回、3回、まあやっぱり先生の小林先生のおっしゃる3回ぐらいまで、まあ、週に1回とかでしたら、まあ1ヶ月、やっぱり2ヶ月くらいは引っ張るんじゃないですかね。そんなにパパってこう、やっぱもう嫌になったっていう患者さんもなかなかいないような気しますしね。まあ多分途中で良くなって、なおかつ手術もやっぱり嫌だったし、
ちょっと一回通院はやめとくかっていうのは、とこだったような感じにがしちゃいました。そうですね。まあ、今もさらに申し上げれば、良くなって自己中断っていうのをどういったものかっていうのは正式には分からないんですよね。自己中断して、まあ、ある事情で行かなくなって、まあ、家でなんか様子見てたら、そういえば気づいたらあんま気にならなくなっていたっていう時間軸のズレがあるのか、本当に良くなったからもう行かなくていいやっていうふうに、後から受診を判断したのかっていう前後関係っていうのも一応今回のことからは一応まだハテナかなと。で、この間がまた最近はいつから始まったんだろうっていう間も完全に本当に消えていた期間があったのか、実は10分の1とか3、4ぐらいでずっとうね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 来てたのかな、消えたってどういう意味だろう、なくなったってどういう意味だろうとかねっていうところも実はあるので、まあこの20年前の症状が今回の症状と本当に同じ種類のものなのかなっていうのはやっぱりまだ疑問を持ちながら、レッドフラッグ含めてやはりちょっと確認していきたいなというふうには感じます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これすごい今大事なことが2個あったなと思って聞いていて、一つはまずこのどこまでその精密に聞くべきかどうかっていう判断をされているっていうのがまず1点なのかなと思っています。先ほど小林先生おっしゃってた通り、まあ、今回のまあ症例に関係ないんだったら、まあ、ちょっと置いといてもいいかなっていう判断の言葉がありましたけど、これ実際やっぱ問診の中でもその頭の中にこれは今必要な話なのかどうなのかっていうのは皆さん多分ありながら聞いてると思うんですよね。で、こう実際に患者さんとは対面してるんだけど、ちょっとここら辺にもう一人ぐらい自分がいて、なんか今こういう図を描きながら、いやここは聞くべきかどうかみたいな脳内会議をしながらこう問診をしてるイメージですよね。なんかそういったことがまあ起きてるんじゃないのかなっていうところがまあ1点目ですね。で、あと2点目、何を言おうとしたか、この聞くかどうかっていう話と、あとはまあこれ常にですね、患者さんの、まあ、言ったことっていうのを、まあ、明確に、すべきかどうかっていう、まあ、このいい意味で信じないっていうのを、ただやっぱ大事なのかなっていうふうに、まあ、ちょっと感じました。あ、思い出しました。で、今こうやって小林先生や並木先生の、うんって思ったところが共通したっていうのは、やっぱり今までのその患者さんのその経験から、まあ、こういう症例ってこういう人ってこうだよねみたいなイメージがやっぱりあると思うんですよね。もちろんそれは長野先生も今まで患者さん見てくると大体こうあるあるパターンっていうのがあると思います。それから外れる患者さんなのっていう時にやっぱりもうちょっと聞いてみようとか、あ、これはでも今は症例に関係ないから置いとこう、でもちょっと変だなっていう、まあ、こう聞く取っかかりっていうのがまあできるんじゃないのかなと思って聞いてみました。なので1点目は、まあ、聞くか聞かないかを判断するっていうことと、まあ、やっぱり今までのその症例がまあ聞くところ聞くポイントっていうのがまあ今までの症例からできてくるっていうところかなと思っていました。ありがとうございます。じゃあ、そしたらですね、ちょっとじゃあ、また次のところに進んでいきたいと思います。あ、これ細かく、ここがまあ怪しかったところですね。まあ本当かどうかわかんないけど、今回はとりあえずこのままにしておこうっていうところで、とりあえずこの痛みは今はないようだっていう判断をして、じゃあ今大事な、この今の痛みがどうなのかなっていうところに進んでいきます。ということで、はい、こちらです。じゃあ、お願いします。C 病院最終受診後、何か例えば散歩や体操や散歩など予防のためにしていたことはありましたか？はい、昔から歩くのが好きで、腰が痛くなるまでは10キロほどほぼ毎日歩いてました。足の症状がなくなってから散歩を再開し、徐々に歩く距離を増やしていき、以前のように10キロを歩けるまでに戻りました。現在まで歩くのを続けられていたのですか？いや、今は歩いてないです。いつ歩くのをやめたのですか？はい、3ヶ月前より腰の痛みで歩かなくなりました。3ヶ月前より歩かなくなったとのことですが、腰痛があったので歩けなくなったということですね。はい、いや、3ヶ月前に寒くなってコロナの影響もあって歩かなくなりました。最初は腰の痛みはありませんでした。それでは3ヶ月前に歩かなくなったときに、例えばその他の場所が痛くなったなど、何か困ったことが起こったのですか？
いや、特に理由はなく、ただ単に寒くなってきたから歩くのをやめました。循環器内科の先生から散歩を中止しなさいと言われましたか？言われてません。逆に歩くなどの運動をしっかりしなさいと言われています。ありがとうございます。じゃあここでちょっと止めて、図の方を出したいと思います。なんか図工っていう感じですけど、じゃあ図の方です。こちらになります。どうやらですね、この患者さんは通院自己中断してから散歩をまあしていたらしいと。で、10キロ歩いたのって俺大学の中のイベントの時に本当に死にそうになりながら歩いた以来ないんですけど、10キロ歩いていたと。腰痛とはっていう感じですね。すごい、健脚な方だったっていうことで。で、それが、まあ、3ヶ月前までどうやら歩いていってたらしい。まあ、これも先ほどの、まあ、ところの復習みたいになりますけど、まあ、この散歩は本当に続けてかどうかっていうのは、まあ、まだわかんないんですけど、まあ、とりあえず少なくとも3ヶ月前にはやめたんだろうと。で、これが、まあ、腰の痛み、まあ、ね、主訴腰ですからね、腰の痛みでやめたんだろうと思っていたら、まあ、なんてことはなく、コロナの影響もあるし、寒いし、やめたっていう、これを引き出せたのは、やっぱりすごいな、と思いました。質問的にはですね、ついつい、なんで、歩くのをやめたんですかみたいなことを、まあ、聞いてしまいがちで、まあ、もしかしたら、このことがね、返ってくるかもしれないんですけど、まあ、ちゃんとここは、まあ、腰痛があって、まあ、腰の痛みで歩けなくなったんですね、っていうふうな、まあ、聞き方を、ちょっと、具体的にして聞いてくださってるんで、まあ、患者さんもですね、まあ、正直なことを話してくださったんじゃないのかな、って思います。で、まあ、結果的にですね、まあ、この3ヶ月前ぐらいに、寒くなって、まあ、歩くのをやめたっていうのが、まあ、ここで分かったっていうですね。で、まあ、じゃあもう、ここから、これが、後が謎ですよね。その3ヶ月前に寒くなって、歩くのをやめてから、じゃあ一体腰が痛くなったのはいつなんだっていう、まあ、ここはまだ分かっていないっていうところです。で、まあ、このところに関してですけど、まあ、なんか全然話、もう余談ばっかりなんですけど、このコロナとか寒さでこう散歩をやめたっていうのが、なんかまさにこの ICF 分類みたいな、なんかこれは酷使でやったぞっていう、まあ、生活環境とか、まあ、そういったものが、まあ、疾患とかに影響してくるみたいな、なんかそんなものをちょっと彷彿とされました。ですが、それこれに関しては皆さん何か他にございますか？はい、小林です。まあ、ちょっとまだ先も長いので簡単にとは思っていますけれども、ここでやはり長野先生素晴らしかったのは、やっぱ循環器内科のことを一応心配して聞かれたっていうのが、もうとにかくやっぱりすごい素晴らしいなと思いました。まあ、狭心症とか、まあ、いわゆる冠動脈系の疾患で、まあ、寒くなってきたから、もう発作起こしやすいから無理しないでというふうに実は言われているっていう可能性もやはりあったわけで。まあ、それであれば、実はもう考え方が全然変わってくるわけですよね。それちょっと、循環器内科にまず相談しなきゃね。で、腰が痛いっていうのも実は血管系に関係するものじゃないかなとか。やっぱいろんなことをやっぱり心配になってきてしまうところなので、まあ、ここをやはり自分たちの領域かどうかっていうのを判断するために確認できたっていうのは、やはり医者の問診として、やはりこれは素晴らしいところだというふうにちょっと感じました。並木先生は何かございますか？そうですね、おっしゃる通りで、やっぱり3ヶ月間から、やっぱりずっとって言ってた、その主訴のとこに立ち返りますと、まあ、本人さんがその寒くなってこうやめて、今回の受診までの間で、まあ、ずっと続いてたかどうかっていうのを、よりその20年前っていうスパンをさらに細かく見ていって、まあ、3ヶ月とどこまで絞ったとすれば、またさらにこう短く聞いていくのがここ大事かなと思います。変わらず、レッドフラッグも含めて、まだまだちょっと危ないのかな、とかっていう気持ちは、捨てずに、ただ、期間が短く、うん、自分の目の前の患者さんがどうやって来たかな、っていうところに、最初の頃から比べたら、かなり近づけたんじゃないかな、という気はしました。うん、まだまだ結構、さっきのコロナの影響があって、こう、歩かなくなったっていうところも、多分最終的には聞きたくなるようなところなんですけど、まあ多分寒くなってってところもそうですし、まあそうなると、前の冬の時歩かなかったのかなとか、なんかそういう話にもきっとつながりますから、まあそれはさておいたとしても、そのずっと、まあ今日来た理由ってところは、
相変わらず欠かさず聞けるところなんじゃないかなと思いました。あと1点補足しますと、実は先ほどの私と並木先生の感覚から言えば、この過去の詳細な分析ではなく、むしろ今いつなのかとか、今はじゃあ急性疾患じゃないのかっていう方を聞きに行きたい気持ちに結構うずうずしてたんですよ。けど今回そちらではなく、あえて過去の詳細な分析の方に今回まず進められたというところが多分大きな一つ分かれ道だったと思ってるんですけど、まあおそらく歩いて入ってきてるし、どう考えてもなんか腹膜炎とか重症症の病気じゃなさそうだな、みたいな。いえば経験値から来るノンバーバルの含めた判断っていうところで、多分今回の展開になったんだろうな、というふうにちょっと想像しました。はい、以上です。ありがとうございます。あ、なんか今のコメント面白く、ごめんなさい、長野先生、どうぞ。すいません。で、まあ、僕自身、ほんまに10キロ歩いてたんかな、というのもありました。10キロも歩くかなとかいう感じ で、この10キロはまあ後からちょっと興味があったんで、ちょっとまた後でどんな感じで歩いてるのかいうのをちょっと細かく聞いたんですが、まあ、それとあとやはり整形外科で僕らやっぱコロナっていうのが結構外に出たらあかんとかいうのが家族に言われてまして、っていうかお年がいった人がやっぱり結構おられたですね、ここ1年ぐらい。でそれで外に今まで歩いてたけど、水泳とかも行ってたけど、家族には止められたし、私も行かな怖いから行かなくなったというのがあったので、これはまあ去年コロナが始まってからまたホットな出来事じゃないかなと思いました。以上、感想です。ありがとうございます。先生どうぞ。はい、あ、いい、すみません。いや、なんか今のその小林先生のお話でふと思ったのが、その問診するときのスタイルとして、なんかどうしても症状によっては僕もなんですけど、今の症状からスタートすることが多かったなと思ってて、その今まさに症状があるんですかって言って、で最後に症状あったのがいつですかっていう、そのすごい近いところからその辿っていくのと、あと今回長野先生がされたように、本当に昔の方から今にこう迫っていくっていう、まあ、2つのやり方があるんだなという思って、ちょっとそこに関してちょっとなるほどと思ったっていうだけなんですけど、なんかもうやっぱレッドフラッグとかを早くどうしても除外したいっていう時はやっぱり近いところからの方がいいかと思いますし、やっぱこういう患者さんのようにストーリーが長ければ長いほど、なんか今から聞けない人もいるんですよね。今の話ができない方ってやっぱりいらっしゃるので、まあそういった方もうやっぱりいるからこそ、やっぱその過去から、まあ、その時と場合によって応じて変えていかなきゃいけないけど、そういう方針があるんだなっていうのをちょっと気づきましたっていうことでした。ありがとうございます。このように今回は完全にライブで皆さん発言しているので、平野先生もいろいろと気づくところが新規にあるということで、はい、ありがたい限りです。はい、引き続きお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと次の方に進んでいきたいと思います。ではこちらの方ですね、よろしくお願いします。はい、もう一度お聞きします。3ヶ月前より歩かなくなった、その後腰痛が出現した、それとも腰痛があったので歩かなくなった、どちらでしょうか。はい、3ヶ月前より歩かなくなってからその後腰の痛みが出現しました。歩くのをやめてからどれくらい経って腰の痛みが出てきましたか。はっきり覚えていませんが、2週間くらい経ってから腰の痛みが出てきたと思います。腰の痛みが出たきっかけ、例えば動作や打撲、転倒などの外傷を含めたことなどはありましたでしょうか。特になかったです。2ヶ月半前から本日まで腰の痛みがなかった日はありましたか。あればそれはいつですか。 いえ、ほぼ毎日痛いです。ここ1から2週間の間で腰の痛みが増強したことはありましたか。いいえ、日によって多少の違いはありますが、ほとんど最初と変わらない痛みが続いています。はい、ありがとうございます。本当にずっとなのっていうところなんですけどまあここで出してみたいと思います。まあこれ時間経過数4になりました。先ほどですね、はっきりしなかった痛みの起点っていうのが分かりました。
3ヶ月前に歩かなくなってから、だいたい2週間後ぐらいから、まあ、腰が痛くなってきたということで、まあ、この、起点が分かったっていうのが、まあ、ここの、会話の流れの、まあ、一番大事なのかなと思います。で、まあ、もちろん、まあ、その起点がですね、外傷とかだとまた話は変わってくるので、まあ、そこら辺を、まあ、聞いていただいて、まあ、そういった、まあ、起点ではなかったと。いうことと、あとは、この質問ですね。何回かご紹介している痛みがなかった日はありましたかっていう質問なんですけど、いいえ、ほぼ毎日痛いですってくるとですね、まあ、レッドフラッグ下ろしたかったのにっていう。これ、帰ってくると嫌ですよね。小林先生、並木先生と内科的に。どうですか？いや、嫌ですよ。嫌ですよね、単純に。これ、ほぼっていうのがもう引っかかりますよね。いやもうそうそうそうです、ね、じゃあまず今日はと聞きますけ、ね、ど、今日は朝起きてから今午前11時ですね、はい、痛みなかった時間帯ってありましたかとか多分聞きに行きますね、とにかくない、うん、ない瞬間を探しに行く、レッドフラッグ除外と安心のためにみたいな、この日をだんだん短くしていくイメージですよね、日を時間にしたりとか、午前は午後はとかって言って、うん、はい、並木先生いかがです？あ、同感ですね。本当に確認もう一回しますがみたいな言葉を多分使って痛みがなかった日はありましたか、それは間近1週間でありましたかとか、ここ3日4日でとか、なんかかなり狭めた質問を多分ですね、あと、まあ、20年前の話をして、まあ、3ヶ月前の話をして、ここ最近の話なんで、なんか個人的にはそのずっとってのがちょっとずっとじゃなかったなって、そろそろ会話してて気づくかなっていう思いも含めてじゃあ改めて聞きますが、ここ3日間はずっとあったんですかとか、なんかわざとそういう表現で確認してしまうかもしれないですね。すごい、並木先生はもうメタファシリテーションの方まで使いこなしてますね相手に気づきを与えるって。これ実際、長野先生、これ、ずっとなん、ずっと本当にって思いませんでした、これ。いや、ここは思いましたね、さすが。ここまで詰めといて、またどんでん返しを食らったような感じで、まあ、ここ1から2週間の間で腰の痛みが増強したのあったんかな、そうか思ったら、またほとんど最初と変わらない痛みですから、結局また2ヶ月半前からずっと痛いということを言われまして、だからまあ以前から20年前から2ヶ月半に変わっただけやなと思ったのがちょっと困ったところでしたね、はい、なんか辛い。結構長いですもんね、20年前も2ヶ月半じゃあですね、ちょっとここでより詳細にさらに聞いていくに入るかなというところで、ちょっと次のスライドに進めたいと思います。はい、じゃあお願いします。腰の痛みはいつ、どのような動作で出るのですか？はい、寝ているときに腰の痛みが出ます。今は寝るとき以外にも腰の痛みがあるのですか？20から30メートルほど歩くと腰の痛みが出ます。そのとき腰を伸ばすストレッチをすると腰の痛みが楽になり、また歩く、そして腰の痛みが再度出てくるということを繰り返しています。その際に足の痛みやしびれはないのですか？はい、ありません。3ヶ月前に歩かなくなってから2週間で腰痛が出現しましたが、寝ようと腰を伸ばした時の痛み、そして歩くと腰痛があり、腰を伸ばすストレッチをしてさらに歩く、この1と2の症状が出てきたのは同じ時期ですか？それとも症状が出現した時期は違いましたか？大体同じ時期ですね。はい、ありがとうございます。まだモヤモヤするっていう感じですよね。ここがなんかより聞いたんですけど、なんかどうやら本当にずっとかなっていう、これを聞いてるとやっぱり思うんですよね。寝ている時の、合掌時の腰の痛みが出現するっていうことと、20、30メートルぐらい歩くと、腰の痛みが出現するっていうところから、じゃあその痛みが出現してない時はどうなんだっていうのが、ここで僕は安心したいなととても思ってしまうという感じでしたが、他の先生方はどうでしょうか。そうですね。なんか、もやもやってする状態で、もし、この流れでやはり、
中野先生のよく質問される手法として、どっちが先ですかっていう言い方が、まあ、実は結構何回か出てきたので、うん、まあ、この手法がすごい好まれて使ってるのか、お得意なのかっていうのが実はあるのかなというふうにちょっと感じました。うん、そのあたりって中野先生、意識的にやはりこの2つのことが言われたときに、時系列的にどういう順番なのかっていうのは、結構意識して使われてるんですか？そうですね。まあ、いわゆるね、いわゆる安静にしてるときとかの痛みとか、あとは動いたときの痛みとかいうのをちょっと分けて、どうしろって聞こうかなという形で考えた質問やったと思います。うんうんうん、ありがとうございます。まあ、ここで大体同じ時期っていうのもとりあえずありましたけれども、まあ、私の中では、その寝てるときっていう言葉とかも分かりました。これ本当にもしかしたら夜間安静時痛の痛みとかになると、本当レッドフラッグかとかやっぱりドキッとしちゃうので、横になってる状態で痛いんですか？例えば寝返りした時とか。それとも夜寝ててですよ。もう痛くて目が覚めてしまうとかそういうことまであるんですか？とか、この寝ている時っていうのをおそらく私の場合だったらこの次にちょっと細かく聞いていきたいなっていうふうに感じるところですね。並木先生いかがです？はい、おっしゃるようで、私もまあ、やっぱり昨晩どうだったかなっていうところで具体的に、まあ、本人に思い出してもらうような質問したいなって思いました。その寝てるとき、まあ、寝る前の、まあ、いろいろ、まあ、儀式といいますか、多分、まあ、歯を磨くとか、トイレに行くとか、まあ、電気を消す。先日のセミナーでもありましたけど、まあ、電気を消す頃から痛いとか、なんかそういう話も含めて、電気を消す頃から、なるほど。そのあたりからこう聞いて、寝て、それ寝てどれくらい経ってとか、まあ、覚えがあるかないかはちょっと別として、まあ、寝てるときっていうのは実際にどの表現に回答してるかをちょっとすり合わせたいなっていう気はします。はい。要するに、昨日はどうでしたかっていうのは非常によく使う質問ですよね。で、昨日の夜も寝てて痛かったんですか？あ、昨日は大丈夫でしたとか結構あっさり言われますからね、感じ。っていうパターンです。わかりました。平野先生どうぞ。続けてください。ありがとうございます。結構やっぱ現場だとじゃあ寝てて痛いんだったら、でも本当に寝てて痛いんだったら、じゃあ今寝てみてくださいって言って寝かせることもありますよね。合唱した時に痛いんだったらって。ちょっと、まあ、20メートル、30メートルほど歩くのはちょっとなかなか再現が難しいので、ちょっとそれはその場では出せないと思いますけど、再現できる痛みであればやっぱその場で出すと、やっぱ次の、診療にも続くのかなっていうふうに思っています。さてですね、まあ、ここでですね、一回その長野先生はこう問診を終えて、次はレントゲンを取りに行ってもらうっていう、ことになるんですけれども、長野先生としてはなんか、このレントゲンを出すタイミングっていうのはなんか自分なりにこういう時にレントゲンを取りに行ってもらおうみたいなのっていうのはあるんですか？まず一つは、ちょっと詰まった時にはちょっとレントゲンというのが、あります。でレントゲン行ってる間にちょっともう一回頭を整理して考えてからレントゲン後に質問する内容を考えると、そしてレントゲン僕がなくてもそのレントゲンで終わってから診察までにちょっとドクター僕のところはドクターズクラークがおりますので、ドクターズクラークなどを使ってちょっと診察室に入って診察行くまでに聞いておいてもらうとかいうのは、やはり、まあ、詰まった時とかいうのか、その場でちょっともうもやもやしてきて、でもそれでもまだ話が整理しなあかんなという、ことが聞きたいことがあればそういう形でしています。ありがとうございます。なんかそれはもう僕どうぞ小林先生。ちなみに長瀬多分今お聞きになった視聴者の方とか、はい、いやここまででそもそも何分かかったのって気になってる気がするんですね。ここまでも先生多分15分から20分ぐらい、まあ、普通にもかかってたと思う、はい、20分ぐらいはかかってたと思う。まあ、整形外科のあるクリニックの外来ってやっぱり1人本当3分5分とかで少しずつ回転していくような患者さんも多い中で、まあ、ここまでで20分をかけるというふうにやる時間マネジメントというのもいろいろ大変だったかと思うんですけれども、この患者さんはどの時点でこれだけ時間をかけるっていうふうに決めたみたいなタイミングとかってあったんですか？どこでかけるかというのはあったんです。とにかくちょっとまあとことんまでは聞いてみようとは思ったのは事実です。
もうちょうどこの時がメタファシリ の, その先生らの講演もありましたんで、ちょっと一回聞いてみるだけ聞いてみようかということもあったんで、なぜかちょっと燃えてた時期なんですけども、はい、でもやっぱりこれ僕とこは先生診察室が2つあって、処置室にもベッドがあって、もう横で患者さんがやっぱり寝てるんですね。実際待ってるんです、次の患者さんが。だからそろそろもう時間見たら切り上げなあかんなと思いつつ、次のところ行かなあかんなと思ってたので、またそれでもまだ聞き足らないところがあったので、まあ、とりあえずレントゲンだけさっき言っとこうかって、とにかく腰と腰関係やなというのが分かりましたん で行ってやってる間にちょっと次の診察室行ってる間、他の合間で見て、ちょっと頭また整理しようかなと思いました。ありがとうございます。まあ、おそらくレントゲンっていうのも、今回80代っていうご高齢なので、実は気づいてないうちに尻持ちレベルで圧迫骨折をしてたりだとか、はい、当然やはりそういったことも考えられて、レントゲンっていうのは、まあ、当然ランマは必要だとは思っています。はい、ただ、それだけではなく、他の患者さんの並列でやってるマネジメントだとか、いうのも含めて、目の前の患者さんにどれだけの時間をどうかけていくかっていうところを常に考えながらされるっていうのが、やはり実際の現場なんだろうなということをちょっとここで共有したくてお話をいたしました。ありがとうございます。平野先生、どうぞ続けてください。はい、ありがとうございます。ではですね、まあ実際、じゃあここでちょっとそのレントゲンに行ったっていうことで、で、ここでその長野先生、ドクターズクラークの方に、まあその質問を依頼するっていうことになってるんですけれども、まあ、ここでじゃあ何を、まあ、あと、聞きたいっていうのが、その長野先生の中であったのかなっていうのがちょっと気になってたので。まず僕、整形外科なんで、基本的には、その前の病院で出されている整形外科の薬が、なんか今でもどっかの病院から引き続いて飲まれているのか。特にここで気になったのは、その2、3、10メートル歩くと腰の痛みが出るんで、まあ、足の痛みはないというんですが、間欠性跛行類の薬はないかどうか、そして次にやはり循環器内科受診されてますんで、まあ、僕らよくやっぱり腰の痛みがあれば、やっぱり抗凝固薬ですね、まあ、要は硬膜外ブロックなど の, 注射をするときにあたって、その抗凝固薬が飲まれているかどうか、そしてやはり自分の整形外科以外 の, その過去の手術歴とかいうのはちょっと診察中に聞くのにはこの日にはちょっとどうしてもできなかったんで、まあ、過去 の, その循環器内科 の, そのカテーテルなどの詳しい内容と、そしてまさしく先ほど小林先生が言われてたように、寝てる時の痛みに関してはこれもちょうどセミナーを受けた時だったん で小林先生に教えていただいたんで、うん、寝てるときにどのような姿勢でやってるのかを順序立てて聞いてくれと。それから整形外科の薬、多病、循環器の、手術経過、まあ、並びに薬、そしてその寝てるときの姿勢などを僕の今度診察前に聞いておいてくださいということで指示を出しました。ありがとうございます。さっき の, 寝てる時のね、痛みの出方が気になるっていうのは、じゃあクラークさんにお願いしたっていうことで、はい、じゃあ実際にこのまあ、視聴者の皆様もね、まあ、自分だったら、まあ、クラークさんに、まあ、どんな質問をするとか、まあ、どんな質問の指示の仕方をするとか、ちょっと考えながら、また次の、質問に進んでいければなと思います。で、そしたらですね、まあ、次、このスライドになります。じゃあ、実際にドクターズクラークさんと、まあ、患者さんのやり取りということで、あとちょっとドクターズクラークさんも、ちょっと長野先生に呼んでいただいて、またちょっと引き続きお願いします。はい、レントゲン撮影後に私の診察前にちょっとドクターズクラークさんに聞いてほしい質問として、まず一つは整形外科からの薬、リマプロスとアルファデスク、いわゆるオパルモンなども飲まれていなかったのですか。いや、その後整形外科からの薬を飲んでいたかどうかは覚えていません。では薬手帳を開けて確認してもらって、で、まあ、2020年5月に近位循環器内科ですね、そのリマプロスとアルファデスク、オパルモンが処方されていると。どのような経緯で内科から処方されたかは詳しく聞いてくれて言うてんけど分からないと。で、現在その薬は飲まれていなかったということです。そして次に先ほど言った心臓のカテーテル手術したことの詳しいことなんですが、問診票に D 病院で心臓のカテーテル手術をしたとのことですが、何の病名でいつ手術をしたのか覚えていますか。はい、5年前、2016年に狭心症で手術をしました。
D 病院での2回目の心臓カテーテルを手術させたとのことですが、何の病院、2回目は何の病名でいつ手術をしたのか覚えていますか。はい、3年前、2018年に狭心症か心筋梗塞か、そういったもので血管が詰まってきたため2回目の手術をしました。1回目、2回目の心臓カテーテル手術後、近位循環器内科へは定期的に受診されているのですね。はい、そうです。どれくらいの間隔で病院を受診されていますか。はい、1ヶ月に1回受診しています。そのまま次のスライドに行きます。はい、今度はドクターズクラークさん、別のドクターズクラークさんですね。はい、レントゲン撮影後、私の診察前に今度はあの先ほど寝てる時の姿勢についていろいろ聞いてみ、あの見るようにあの指示を出しました。まず一つ目の質問として、寝てる時の腰の痛みということですが、寝床についた時に腰の痛みが出るのですか。まず次の質問として、寝床について寝始める時に腰の痛みが出るのですか。で次、実際に寝ていた時腰の痛みで目が覚めるのですか。次ですね、朝起きたとき、布団から起き上がろうとしたときに腰の痛みが出るのですか。また、布団から起き上がってから何か動作を開始しようとしたとき、または動作をしているときに腰の痛みが出るのですか。洗面で顔を洗うときの腰の痛みですか。ということを聞きました。はい、まず、仰向けになって寝ようと腰を伸ばしたときに痛みが出ます。それから左を下にして寝ていると、腰の痛みが出るときがあります。それに布団は敷いていません。畳の上でそのまま寝ています。ありがとうございます。いや、すごい、畳の上でそのまま寝てる人たまにいますけど、すごいですよね。感想でした。ごめんなさい。さて、それではですね、今回の、中でですね、まあ、その整形、外科での、まあ、内服の、まあ、流れはどうだったかっていうのは、どうやら、まあ、循環器内科で出たオパルモンではないっていう、ちょっと一つ、この安心ポイントがありました。で、あとは、まあ、PCI、まあ、心臓カテーテル手術が、まあ、どういう回数で行ってたかって、2回って結構ですけどね、ちょっとドキドキする感じの、まあ、感じですけど、その後はまあ月1回、まあ、受診していて、まあ、その特に心不全とかも起きてないんで、ちょっとあれ、まあ、いいのかなとも思いつつなんですけど、まあ、その先生が、まあ、歩いていいよって言ったっていうのは、まあ、本当にその先生は10キロを想定してたかどうかは、ちょっと僕は疑問なんですけれども、まあ少し安心なポイントなのかなと思いました。で、まあ、この質問ですね、これ、クラークの方に、この質問6個をこう どうやって指示を出したんですか。これ、ちょうど先生に教えられて、教えていただいた時だったんで、うん、まあ、こういう起き上がる時、こう寝始めた時、ちょっと実際にこういうふうに順番にあって、聞いてくれないかということは言ったんですが。じゃあ、この質問を全部6つお渡ししたっていう形。順番にこう、寝てるときか、寝床を始めるときか、はい、はい、寝てた、腰の痛みで降りたとき、まあ、こんな詳しくは言ってないんですね。まず朝起きたときとか、ね、何か仕事したとき、そしてよく整形外科先生、前鏡で顔洗うと痛いんで、まあ、そういった形で、まあ、このぐらいのことちょこっと聞いといてくれという形で。はい、ありがとうございます。はい、いや、なんかこの質問のその指示の出し方ってやっぱり2種類あると思ってて、細かくこの質問とこの質問とこの質問を聞いてっていう聞き方と、寝て起き上がるときまでのその動作の中でどこで痛みが出たか聞いてって通じる人と、まあ、2種類あるのかなと思っていたんです。で、この方は、あれなんですかね、柔道整復師の資格をお持ちだったから、ちょっとこう、丸めで、聞いても何とかしてくれるなっていう。はい、なんとかこの流れの中で聞いてくれるかなと、うんうん、寝てから自分で想像して、そして起き上がってこうやってこうやるというのがある程度ちょっとイメージが湧くかなと思って、はい、選びました。はい、あとあれですよね、先生のところはスタッフの方も自立質問をやってらっしゃるってことで、もうその時はもうこのクラークさんももう習った後だったんですか。そうですね、僕が2回ほど講演もしていますので、はい、まあ、それを使いこなしているかどうかはちょっとまだ疑問ですけども、なんか並木先生や小林先生もこういうふうにその
他のスタッフに質問をお願いしておくっていうことっていうのはありますか？例えば看護師さんの予診とか、なんかそういったご経験っていうのはありますか？あ、小林です。はい、私の場合、大学ではそういうことはないです。聞くのは全部自分ですね。まあ、外来に看護師さんはそもそもつかないという状況が大前提ですので。で、外勤先では、寝てるとき痛いっていうのと、私が普段何を聞いているかっていうことを結構看護師がチェックしていてくれて、なんかこういう患者さんがいたら、時間空いてるときに予診とか、注射の後の間の時間とかで、さささって言ってなんか勝手に聞いといて、私に教えてくれるっていうことも増えてます。なんで具体的になんか指示っていうよりは、なんか、あ、先生、寝てることちょっと詳しく聞いといたんですけど、こんな感じだったみたいですよ、と教えてくれますね。その看護師さんは何か特殊な訓練を受けてたりとかっていう。受けてない、受けてない。いや、なんかいつも同じことを小林先生聞いてるなっていうのに気づいたものを結構パターン化するのが上手な看護師さんで、はい、結構寝てる時だけじゃなくて、いろんなことを間が空いた時に聞いてくれるっていう、とても助かってます。なかなかハイスペックな看護師。すごい。一匹診療看護師ですね。多分、診療所を回されてるような方ですね、きっと。並木先生いかがですか？私のところも今新しい赴任地ではドクターズクラークがついてるんですけど、正直どのようにこう共同するかって、まあ、模索していて、一緒に質問するような場面であったりとか、あと診察を一回終えて、例えば今回の場合でしたらレントゲンを取りに行っていただく、その間にクラークさんとこう話をして、この質問がどうだったとか、こういう返事が返ってきてどうでしたとか、なんかそういったことを確認したりとかすると、意外と今回の布団を引かずに畳の上で寝ているっていうような情報を聞かなくてもこう教えてくれる時があるんですよね。前そういえばそういう話をしててとか、そういう家族が見たことがあってとか、なんかそういうこう小ネタじゃないですけど、実はかなり重要な情報とかもこう回してくれたりすることもあるので、なんかそういったやり方で、まあ、ドクターズクラークさんじゃない方とのこう連携もしながら、そのレントゲンの技師さんとも一緒ですね、撮るときこんなこと言ってたよとか、なんかそういうのが回ってくることも多々あるので、なんかそういうのを聞きながら、周りに聞き耳を立てながら、聞き漏れたことないかなとか、私の知らないこと自分でもいっぱいあるよと思いながら、周りのスタッフに聞くと、教えてくれるっていうことは非常に多くあるなと感じています。平野先生。はい。あ、すいません。ちょっと簡単にだけ、この1から6だけ、ちょっと簡単に解説してもいいですか？はい。はい。お願いします。それぞれこの6、いや、6つの項目って全部病態が違うので、ここはちょっと視聴者の方にも少し症候学という観点でコメントをしたいと思います。で、1つ目に関して、寝ている時の痛み、寝床についた瞬間。この寝床についた瞬間であれば、基本やっぱり動作痛であったりするので、やっぱ実際具体的な場所が痛んでるっていうことが多いですよね。初めに仰向けになるタイプの人と初めから横向きになる人って当然違うんですけれども、少なくとも寝つくっていうこの動作によりできた動作痛っていう風な考え方ができます。そして二つ目は、寝始めるときにっていうのは、もちろん寝てる姿勢によるんですけれども、寝てる姿勢じーっとしていて、ずーっと何か緊張かせたり引っ張られ続けてるような場所、つまり姿勢保持筋であったり、動作ではなく姿勢保持をするための場所。なんで大体付着物とか今度は多くなってくると。まあ一つ目は完全に収縮痛系も多いんですけれども、二つ目は付着物痛系、安静時痛系が多いと。で、次三つ目は寝ていた時目が覚めるか。まあこれも実は二パターンあって、本当のレッドフラッグとしての安静時痛の場合もあれば、寝返りでっていうことも結構多いですので、まあそこは確認した上で、寝返りであれば寝返り動作に伴う痛みっていう解釈で進めることになります。で、四つ目に関しては、起き上がり方にもよりますけれども、やはり仙腸関節だとか、椎間関節だとか、まあ、関節のこわばり関係のことで、やはり起き始めっていうパターンっていうのは多いですので、まあ、そこはやっぱ確認していくと。もちろん背景に炎症性疾患、リウマチもしくは付着炎とある方もいますので、そこは慎重に対応します。で、五つ目に関しては、これ意外というのは寝てる時っていつと起きてからじゃんっていうパターンですよね。起きてからじゃんみたいな。で、起き上がってからってなると、まあ体が硬いんで、具体的に何をしてるときか、階段降りてるときなんか、部屋出たときなんか、立ち上がったときなんかっていうところをやっぱり確認して、動作痛としてやはり判断していく。
まあ、最後の6番オチですよね。完全に起きてるじゃんってやつですよね。でも結構患者さんね、寝てる時っていう風の中に朝起きての洗面台まで入ってる方っていらっしゃるので、そういう意味では患者さんが言う寝てる時っていうのはどういう意味なのかっていう、そのギャップを常にグレーで考えながらやっぱり進めていくってことが大事かと思います。すいません、平野先生、補足になりました。ありがとうございます。小林先生はその、あ、中野先生どうぞ。あの、ここでちょっと一つ、僕はあのやっぱり循環器内科にちゃんと1ヶ月に1回だけは通ってるということがものすごく一つの安心を得ました。もうあの これでちょっとややこしいものがあのちょっとないかなと。まあ、あのそのこの1ヶ月で起こってるかもわからないですけど、まあ、あの歩くあれとかを見て、もうあの1ヶ月に1回ちゃんと循環器の内科で行ってるということで一つの安心を得ました。すいません。今回その、まあ、長野先生はこの循環器通院中っていうところである程度その症状の安定性とか、もしなんかそれ系の症状で困ったらそっち行くようになっていくかっていう、そういう安心感を得たと思うんですけど、その実際に内科としてあの現場であの働かれているあの並木先生と小林先生からしたら、まあ、この問診である程度その循環器疾患のその安定性っていうのをまあ測ることとかっていうのはされてるのかなと思ったんですけど、そこら辺はいかがでしょうか。並木先生いかがでしょうか。はい、さっきあのおっしゃったカテーテルの術後で、まあ、あの心不全のこう兆候とかですかね、あの寝て何分とか、特に10分とか15分して、だんだんあの鬱血とこう進んできて、あのちょっとこう症状が出てくるとか、まあ、寝た直後で、特にその寝る前の動作とかで、布団の準備をするとか、いろいろこう寝るための電気を消しに行くとか、こまごま必要なことを寝る前にやっておくとか、そのことで、例えば不整脈とか、なんかその動悸症状が出てきて、寝つく頃にはもう疲れ果てているとか、なんかそういったところを含めて、あの心臓 の負荷をあの問診でちょっと分けながら、あの聞いていくのを一つ方法かなと思ってやっています。小林先生、いかがですか。いや、その通りだと思います。その今、その問診で心臓の負荷をこう聞き分けるっていうお話があったんですけれども、なんかその洞察と、まあその心負荷がかかった後の症状っていうのをまあ聞き分けるっていうことで。まあ、腰に来る、腰がどこかっていうのが実はあるんですけれども、本当の腰部に心負荷で心不全で症状ってことはまあないですよね。うん。もし胸が苦しい、胸が痛いだったら当然考えますし、足のむくみとかもそうですけれども、純粋な腰痛で、っていうことであれば、じゃあ血栓性の腎動脈の問題か、解離性の一部が残ってるのか、早朝骨動脈瘤なのかとか、いろいろ考えることもできなくはないですけれども、ちょっと無理がありますよね。さすがに。あの今回はその、まあ、場所と、まあ、その時間経過と、その場所っていうところで、はい、まあ、ご判断されたということで、まあ、今回は内科的にも安心だし、まあ、循環器内科にも通ってるって言って、少し、まあ、安心して、まあ、見れるようになったのかなということで、まあ、ここの段階でのですね、まあ、経過図っていうのが6番になります。ほとんどこれ皆さんにお渡ししている図に、まあ、近づいたのかなと思うんですけど、あともう少し残っているので、ちょっとそこを進めていきたいと思います。で、これがレントゲン撮影後の診察ということで、はい、じゃ長野先生、もう一回お願いします。はい、念のため確認します。歩くときの腰痛ですが、散歩をやめて2週間、経過してから寝ているときの腰痛とほぼ同じ時期に出現したのですね。はい、そうです。散歩をやめて以降腰の痛みが出ましたが、それ以外に腰の痛みが出た原因はなかったのですか。はい、ありません。歩いてたときは確かに調子がよく腰の痛みはなかったです。今は家からほとんど出ず、家の中で絵ばっかり描いています。昔から絵を描くのは好きなんです。それでは早速明日から10分でもいいから散歩を再開し、歩くときの風景なども入れて絵を描いてみてはいかがでしょうか。はい、そうですね。わかりました。また歩きます。それと布団を敷いていないのですか。そうです。逆に右を下にして寝ると腰痛が出にくいのですね。はい、そうです。布団を敷いて股関節や膝をやや曲げて、左半身にやや薄めのバスタオルなどを敷いて、左半身を少し上げ、なるべく左を下に傾くのを防いで寝ましょうか。はい、そうなんですね。わかりました。はい、ありがとうございます。ということで、これが、ここまでが、まあ、1日目ということで、まあ、1日目の診察を、まあ、ここで終えたということで、まあ、特にレントゲンは何もなかったっていうことなんですよね。まあまあ、腰の、そうですね、変形以外は。
はい、圧迫骨折、先ほど小林先生が言われた圧迫骨折はとにかくなかったということですね。はい、ありがとうございます。そして、まあ、歩行を指示して、歩行の再開を指示して、で、あともう一つは、この寝方の生活指導をしているっていうところなんですけど、これ僕もですね、この整形内科的な、診察始めてから、この生活指導をどうやって、具体的にどうやってやるのかって結構悩んだ時期があって、結構これ皆さん悩んでるところなんじゃないかなと思うんですけど、長野先生としては、この生活指導のアイディアっていうのは、これは今回はどこから出てきたんですか？小林先生のそうですね、小林先生、並木先生、平野先生と遠藤先生が書かれた本、生活指導の、あれをちょっと参考にさせていただいたと思います。はい、なんかあの本とそのこの具体的な動作、今回のね、この症例の動作までちょっとステップがあるような気もするんですけど、はい、なんかそこに関しては、なんかご自身で加工されるどういうその加工、そうですね、実際に、まあ、布団を敷いていなかったらやっぱり痛いですよね。だから、まあ、結局その布団だけ敷いてくださいということやったんですけども、まあ、ことこま、ね、まあ、その布団を敷くにあたっては、まあ、やっぱり左を下にして痛いから左を上げて、であとよく腰が痛いとは股関節や膝をやっぱりちょっと曲げると楽になるというのが経験上多いんで、まあ、そういう指示を出してやりました。はい、ありがとうございます。長野先生、実際にこの患者さんって、実際圧痛とか診察っていうことはされたんですか？1日は、はい、しました、はい。まあ、そのあたりでは特にそうなんです。はい、特にここがっていうと、やっぱり圧迫骨折がやっぱり僕ら一番怖いんで、高打痛とかその極度を抑えたりとか、あとはここ仙腸関節など全部こう圧痛を調べてやったんですが、まあ、抑えたら痛いかなという感じで、全部その特にこれが痛いということは特になかったです。はい、診察されたタイミングとしては、このレントゲン撮影後の診察で入ってきて、はい、まず診察されて、その後この問診って感じですかね？とりあえず僕は圧迫骨折だけはレントゲン前に必ずあるんで、まずはその背骨のこの真ん中の高打痛などはやはりレントゲン前に取ることが多いです。だいたいそしてレントゲン前にやっぱり仙腸関節とか椎間関節ぐらいはちょっと当たりをつけてやりますので、まあ、そこの当たりは座って後ろこうやってやって圧を取ることが多いです。ありがとうございます。まあ、今回問診っていうのはメインで抜き出したので、これどのタイミングで診察をやってるのかなっていうことを、はい、視聴者の方がっていうのはイメージしにくいかと思ってちょっと補足させていただきました。ありがとうございます。まあ、これのコメントとしてはね、患者さんからやっぱ気づいたっていうふうなことを促せたっていうのが、もうとにかくやはり素晴らしかったところだろうなというふうには感じました。平野先生、お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとですね、生活指導のことについてもう少しと思ったんですけど、結構時間となってきたので、ちょっと進めていこうかなと思います。で、今回がこの1日目で、これ翌日にも来ていただいてるんですけれども、これは翌日受診っていうのは長野先生が指示を出された。はい、そうです。はい、翌日にちょっと、はい、そうです。リハビリの先生に今後のまたその生活指導などをしてもらおうかなと思って受診してもらいました。ちょっとそこのですね、翌日の、リハビリ前の、ドクターズ・クラークさんと、はい、まあ、患者さんの、まあ、やり取りっていうのを、まあ、ちょっと流したいと思います。じゃあ、お願いします。先ほど言ったんですが、やはりこの10キロというのがどうも、ちょっと信じられなくて、ちょっと3時間ですよね。でなぜ10キロも歩いていたのかとか、あとは今は本当にどれぐらい歩いてるのかが知りたくなって、ちょっとその日当日にカルテを整理したときに、翌日にこれだけはちょっと聞いておいてくれへんかなということに対してやった質問です。問診票に D 病院で手術の心臓のカテーテル手術をしたとのことですが、何の病名でいつ手術をしたのか覚えていますか？これは先ほどの質問と一緒です。はい、5年前に狭心症、はい、狭心症です。はい、でここからなんですが、初回の手術後は歩くのを続けられていたのですか？はい、手術前は10キロ歩いていましたか？はい、症状が出るまでは歩いてました。手術後は何キロ歩いていましたか？はい、10キロから距離は減ったけど、それでも鼻などの水墨画を描きつつ5、6キロは歩いていました。手術後は、何キロ歩いていましたか？はい、2回目。手術後1年間は畑仕事をしていたため歩いてませんでした。手術をしてから1年後からは再び歩くのを再開しました。歩く距離は減りましたが、
鼻の水没化を書きつつ 2,3 キロは歩いていました。ここの手術後は2回目の手術後ですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、一応すべての問診が、これが終了ということで、まあ、最後に、まあ、できた図が、まあ、皆さんにお渡ししたこの時間経過図7ということになります。まあ、最後の最後でこの散歩はずっとじゃなかったっていうね、その PCI 終わった後もしてたんじゃないかっていう、ちょっとその前の図はなってたんですけど、まあ、さすがに、術後は、安静にしていた時期があったと。まあ、その後すぐに畑仕事してるんで、本当にどうなんだろうって思うんですけど、そこら辺はまあ今回ちょっと関係ないのでね、聞いてないですけど、まあ、なかなかこう体力的にまあ余裕のある方だったかなっていうところで、まあ、ちょっと最終的にここはですね、まあ厳密にどこまでその症状があるとき、そして本当に全くないときがあったのかっていうのは問診では聞けてないですけど、まあ少なくとも波はあると。まあ持続、完全な持続ではないんじゃないかなっていうところで、まあこの図が出来上がりました。で、まあ、最終的にこの、症例は一応診断としては、まあ、筋膜性腰痛症という診断として、まあ、その後、初診時、まあ、注射内服希望されずリハビリを行う方針として、まあ、自ら、まあ、散歩を再開すると、まあね、その気づきを促していただいて、で1週間後に腰痛の訴えはまあ改善したというまあ経過となりました。まあ、結果的に、その、まあ、歩かなくなったことに、まあ、よるのか、まあ、はっきりはしないですけども、そこで、まあ、痛みが出てきたということで、運動を再開して痛みが良くなったっていう流れだったということで、すごい、もう、医療的な資源はもうほとんど使ってないっていう。これがもう、例えば5分とか10分で、この人をもし、パッと、こう、返そうとするとしても、やっぱり実はこれ歩けば治るものを歩かせないで、例えば薬で長引いたりとか、まあ、そういった可能性もあったかもしれないんですけど、まあ、この方は、まあ、運動だけで治せたという一例でした。ということで、中野先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。すみません、最後に最後のまとめに3枚行く前に、視聴者から質問が1つ来ておりまして、はい、この患者さんはなぜ布団を敷かずに寝るようになったのでしょうかというのは質問はしましたでしょうかということでした。ちょっと今回はしていません。今、僕もそれはちょっと確かに興味がありますね。しなかったです。こういつからね、布団を敷かずに。時々いらっしゃいますよね。なんでまあ、いつからですかとか、あとは私がよく聞くのは、ご家族がいらっしゃれば、他の人は布団で寝てるんですかとか、っていうふうに聞いていって、もしその人だけであれば、なんかこだわりがあるはずなんで、必要だったらね、ほりはほり聞きますけれども、これで家族全員布団敷かないのとか言われちゃったら、そういう文化なんかなみたいな。もはやそのルール。今日そういうこと、在宅看取りとかでは、稀にいらっしゃるのは、いや、最後は畳の上で死にたいんだ、そのための練習だとか言ってる人って、稀にいますよね。そのために腰が痛いって、なんか、うん、いいんですよ。畳の上で寝るって比喩ですからねって話とかをうまくどう説明したらいいんだろうみたいな、なんだろう。っていうようなこともありました。はい。すいません。そうしましたら、平野先生、時間もちょっと過ぎておりますので、はい、最後の数枚のまとめのスライドだけお願いいたします。はい。ですね。まあ、一応最後、この時間経過図1から、7まで、今回は、まあ、皆さんで一緒に長野先生と実際の患者さんの会話をたどりながら、まあ、たどっていきました。で、まあ、実際にこの最初のお話だけだと、まあ、慢性疼痛なのかとかね、これでじゃあサインバルタかっていう話になってくるんですけど、まあ、実際はさっきも申し上げた通り、まあ、運動をやめたことによって、まあ、腰痛が出てきて、運動を開始して、まあ、良くなったっていう、まあ、症例にたどり着いたということを、まあ、まず皆さんで共有できればいいのかなと思います。で、そこでですね、あともう一点、多職種連携のことについて、最後にもう少し、共有したいと思います。まあ、多職種とどうやって連携するかっていうところなんですけど、基本的に問診という名前じゃなくて、情報収集というふうに捉えるのであれば、誰が情報収集をしても、医師法でも、まあ、医療法にも引っかからず、まあ、することはできます。それが例えば、人じゃなくて、問診票でも、もちろんタブレットでもいいわけですし、受付の方、看護師の方、先ほど並木先生はね、放射線技師さんとか、まあ、そういったいろんな職種の方から、情報を集めることっていうのはできます。で、情報を、じゃその集めた情報を、まあ、その情報収集する際に、まあ、ここに、まあ、事実質問っていうものが一つ加わると、まあ、そのいろんな職種であっても、まあ、ある程度の精度っていうのを担保できるのではないかなと思っています。
そこで集めた情報を何を使って共有するかっていうことですけど、まあ、問診票があれば、まあ、問診票を使うんであれば問診票でもいいですし、例えば今電子カルテが多職種で使えるんであれば、長野先生のところは電子カルテで情報共有をクラークさんとされているっていう、リハビリの方ともされているっていうことでしたけど、まあ、そこはどうしても、そういった情報の自体の動線ですよね。情報がどう院内で動くかとか、そういった院内ルールっていうのは異なってくるので、まあ、その各医療機関ごとに情報をどう取り扱うかっていうことは決めていく必要があるのかなと思っています。あともう一つ、まあ、長野先生、そのドクターズクラークさんに指示を出しておりましたが、まあ、この適切な指示を出すために、まあ、どちらを使うかっていうのは、この指示を出す側として決めていかなければいけません。例えば聞かれたことだけを聞いてほしいっていうときは、まあ、もう質問文をこれを聞いといてって言ってしまう。で、一方、相手が、ドクターズクラークさんが、例えば経験が豊富だとか、例えば先ほどの方のように柔道整復師の資格をお持ちで、動作にある程度、イメージが持てるとか、まあ、そういった方であれば、まあ、指示から、まあ、目的を推察して、目的が達成できるように対応できる方であれば、例えばちょっと起用歴確認してとか、あと、寝猫についた時の動作の分析を、まあ、寝るときと朝、まあ、そこら辺、問診で、聞いといてっていうふうに、まあ、言えるんじゃないかなと思います。ただ、ここは、相手が、まあ、どういった聞き方ができるのか、どこまで、その、聞いた情報が、信頼できるのかっていうことを考えつつ、まあ、相手を見て指示を変えていく必要があるのかなっていうのが、まあ、今回の、まあ、多職種、ディスカッションを通して、まあ、多職種と連携するための、まあ、大事なポイントなのかなと思いました。まあ、以上で、まあ、この総括を終えて、まあ、今回の、勝利ディスカッションを締めたいと思います。皆様、ご清聴の方どうもありがとうございました。それでは、本日は、これで締めたいと思いますが、最後の言葉として次回の案内等を申し上げます。画面共有いたします。はい。2週間後はの8月7日は第34回ウェビナーで、鍼灸師ベーシックセミナーの第2回となります。これまでのアンケートの内容から肩ですね、をぜひ扱ってほしいというご依頼をいただきまして、まあ、多職種に共通の肩の評価の仕方と、いうところを、まあ、我々のこのファシアリースの書籍の型のやつでも出してありますが、その基本フローチャートに則った内容を含めて、まあ、最終的な介入方法は針っていう実例にはなりますが、それも含めて、どの職種でも共通となる理解の評価と治療ということが学べるプログラムを予定しております。講師は前回同様、こちらの3名になります。ぜひご参加よろしくお願いいたします。最後に、研究助成制度もよろしくお願いします。こちらですね。秋に、学術集会日本ファシア会議も予定しておりますので、会員内外の皆様、ふるってご参加ください。今回もまた非常に面白いプログラムを進めておりまして、大会長の吉田先生ともども誠意準備しております。それでは、本日はこちらで以上になります。最後にまたアンケートを出てきますので、もし書いていただける方あれば、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、本日はありがとうございました。ありがとうございました。